2005年6月撮影新静岡センターは、静岡市青区高城1丁目1番1号に、かつて存在した駅ビル型ショッピングセンターである。新静岡センターは、駅、バスターミナルデパートの複合施設として、1966年にオープンした。静岡鉄道のグループ会社である、株式会社新静岡センターが運営していたが、施設の老朽化に伴い、 2009年1月31日をもって閉店した。運営会社の株式会社新静岡センターも2009年7月31日をもって解散。2011年10月5日、後地に新静岡セノバがオープンした。旧店舗1階南口プラザにかかっていた壁画は、タレントで洋画家の木戸マー子が手掛けたものであった。 2009年1月31日に行われた閉店セレモニーは、船橋いよいよ船社長の挨拶、閉店セール、近隣アーティストによるライブ等で大いに盛り上がった。夏には屋上でビアガーデンを営業していた。静岡市広告平成21年3月27日、ABC 新静岡センター商品券払い戻しのご案内。 2015年6月11日時点のオリジナルよりアーカイブ2013年4月23日閲覧ありがとうございます。